リライズニュースの編集を務めています、河名と申します。えー、本日はですね、作業療法士兼フォトグラファーの城慎太郎様にお話をお伺いしたいと思います。はい、本日ですね、えー、お忙しい中、えー、大変貴重なお時間を作っていただきまして、誠にありがとうございます。よろしくお願いいたししますよろしくお願いします。 それではですね、早速質問の方入っていきたいと思うんですが、うん、ジョー様が思い描かれている夢やビジョンをお聞かせください。はい。えっと、そうですね、まずは、えっと、まあ、誰もが当たり前に、はい、えっと、人生の小さな幸せっていうのを得られる社会を、えっと、実現することを目指してます。はい。ありがとうございます。小さな幸せってこういろんなこうイメージあると思うんですが、 例えば、なんかこんなことみたいなのっていうのは、そうですね、結構あの、まあ、僕、医療福祉介護の現場に従事をしてるんですけど、はいえー、やっぱそこで高齢者の方々ともいろいろお会いするんですけど、やっぱりそこで、はい、えとやっぱりなんだろう、例えば食べたいものが食べれてないとか、痛<ー>いときに行けないとか。は、うん、はい、はい こうまあ、やりたいことがやれないとかトイレ行きたい時に行けないっていう、うん、その結構やっぱ人として生きてる上ではこう当たり前に何気なくその無意識にやっぱり生活はいようなことをやっぱり介護福祉の現場での例えば特に高齢者とかは結構それが難しい場合が多かったのであ<ー>まあそういうまあ 当たり前にま人として得られるようなことを人としてできるようなことがまあ当たり前に得られるっいうも、うん、それがまあ誰であってもっていうのを目指してます。はい、ありがとうございます。はい、えー、それではですね、えーえー、そういった、えー、ビジョンを現化していくのにどのような目標や計画っていうのを立てておられるでしょうか。ありがとうございます。そうです主にはまあ3つあるんですけど。はい。 まず一つ目は、えっとまあ、介護付きの高、まあ、ハウジング、まあ、共有共同住宅みたいなのを作るっていうことも、はい、で、二つ目が、まあえとまあ、結構デンマークとかの価値観を取り入れたような、はい、小規模多機能型居宅介護っていうのにまあ携わるっていうことを思ってます、はい、で、えっと、まあ最後三つ目なんですけど えっとまあ、そういう高齢者の生活場面とかで、まあ、そういう日常の写真を、まあ、その福祉事業所とかに出張して撮影させてもらって、はいまあ、家族さんとか本人さんとかに、まあこう、フォトブックとかそういうものとしてお渡しするっていうのを<ー>あのやっていきたいなと思ってますへいやなんかす敵ですね、本当、なんか生活密着みたいなイメージが。 あそういう話を聞いてて、ね、はい、感じました。はい、ではですね、えー、そういった夢やビジョンに、えー、進んでいくのに、現在、どのような活動指針を持って、どのような活動をされておられるんでしょうかそうですね、あと、まあ、主にはやっぱその作業療法士の、はい、のフォトグラファーっていうまあ視点をまあ通して、 あのまあ、実践していきたいことがまああるんですけど、はい、やっぱそれが、えっとまあ、本人主体の、まあ、自尊心を高めるようなケアだったり人づくりっていうのをあ<ー>まあその、まあ、2つの視点を通して実践していきたいなと思ってます、はい、そうですねで主に今、まあ、その介護福祉の業界で、はい、作業療法をまあ実践しつつ まあその一人一人のまあ日常の暮らしっていうのをまあ阻害しないような形でその人だけの暮らしっていうのを写真に続けたいなという活動を今しております。で今は大阪のえっとまあ訪問看護ステーションの方に所属をしながらまあ関西の,その福祉事業所っていうのを中心にこう 各地全国各地に出張させてもらって、まあ、そういう暮らしの写真を撮らせてもらっているというような。今<ー>、まあ、そうですね、まあ、ただ、まあ、今のちょっとその訪問看護ステーションは、はいおまあ、来月に退職をして、はいその、次、広島の会社で。はい まあそういう作業療法士兼そのフォトグラファーとかとしてもこうまたは携わる予定ではあるんですけど<ー>現状はまあそういうことを今やってますへえー、ああの作業療法士として働かれながらその、まあ、休日とかそういった仕事が、えー 終わったりしない時に、こう他のところに行って写真を撮っているっていうのが現在されていることですね。そうですね。はい。広島は次が楽しみですね。そうですね。<laughs> まず、あ、広島は本当にこう。すごい。やっぱ地域づくりとか。はい。でもやっぱすごい重点的に置いて街に溶け込んでそういう。 福祉関係のことをやられている会社なのでそこにこう僕もその暮らしの中の一登場人物として溶け込めるっていうことが僕としてはすごいやっぱりありがたいのでそこの会社もいろいろやってはる会社なので、はい、すごいやっぱりいろんなこと経験できるなっていうそのワクワクはやっぱりありますね。 えー、なんかお話こう聞いてて、その作業療法士とフォトグラファーっていうその2つの視点からこう関わっていけるっていうので、本当にあの関わり方っていうのも、すごく幅が広がりそうで、いろんな発見があるんじゃないかなっていうのをお話を聞いてて、まあ、すごく感じました、はい、そうです、ねはいではですね、そういったあの活動ですとか、あの夢やビジョン、かなりあの。 私の視点からですけどね、なんかすごく珍しいんじゃないかなって感じたんですが、はい、そういったことをやるようになったあのきっかけとか、どんな出会いがあって、その中でこうどんな気づきがあって、今のことをされるようになったんでしょうか。そうですね、えっと、主には、まあえー、っと2つあって、まずその本人。 主体のそのそ自尊心を高めるケアと人づくりについてっていうところなんですけど、僕、作業療法士として、まあ、その病院とあと介護老人保健施設で、うん、まあ訪問分野っていうのにいろいろ経験させてもらってきたんですけど、はいえっと、やっぱそこでいろいろな高齢者の方々とも関わる機会があったんですけど、はい、じゃあそこでやっぱり。 なんだろう後悔を残したままその人生の最後を迎えてるっていう人がまあほとんどだったんですよね。うん、でそれなんでなんだろうっていうのを容赦、はい、さんみんなにこう聞いていったんですね。はい、でそうしたらある共通点がまあ一つあって、はいえっと、やっぱりその自分の、えっとまあ、日常の生活 主体性と,あとその行動の選択肢がやっぱり少ないっていうことがまあ共通してあったんです。うんはい、で、えーまあ、その生活の中で、まあ、本当にやっぱり当たり前にできで今までできてたことがやっぱりできてない,かんできない環境っていうのがやっぱりすごい多いかって。うんはい で、やっぱり人としてやっぱり当たり前にできてたことができなくなるっていうことも、やっぱすごい、えっと、なんだろうな、結構心理的に孤独な状態になりやすくて、はいで、やっぱそういう、だから心理的に孤独になっている高齢者の方々が、まあ、ほとんどだったんですよね。うん、だから、まあ、そこの心理的。 まあ、特に僕認知症の方だったりとかあとその、えー、と要介護認定者の,、はいのまあ、そういう心理的な孤独っていうのはやっぱ解決したいなっていうふうに、まあ、そういう人たちを通して思ったのがまあ一つきっかけですうんであと、まあ、もう一個その、まあ、写真撮影に関してなんですけど、はい、えと僕その今、まあ、作業療法士7年目になるんですけど、はい まあ今まで1 5六6人ぐらい、まあ、自分のそばのも含めてなんですけど、はい、1516人の方の高齢者の,その見取りお見取りっていうのをの経験させてもらったんです、うん、あで、まあ、そこでやっぱり家族さんとかにもいろいろ共通して言わはってたのが、はい、もう家がないっていうのが。 で,でまあ家あってもまあ何十年も前の昔の写真っていうのがまああったんでもう皆さん言われててそれが。あ<ー>でまあこう、まあ、人生の最後の締めくくりっていうの儀式の場所で、はい、あそれってやっぱりもったいないんじゃないかなっていううん、ね、うんです でまあ、やっぱそういう儀式なんでやっぱりもっとこう、まあ、その人らしさっていうのを表現できないかっていうのをやっぱすごい感じてでじゃあ遺影につながるような、はあ、まあその人らしさを最大限に表現できるような写真を撮ろうっていうふうに思ったんですねで、えっと、じゃあその人らしさを表現するのにはどういう 場面の写真がいいのかっていうのをいろいろ考えた時にこうやっぱその人らしさってなんだろうっていろいろ考えた時にやっぱりその本人のやっぱ主体的なまあそういう自尊心が高い状態状況であることがまあ必要やなっていうふうにやっぱり感じたんですで、まあ、それってどういう状況なのかなってなったらやっぱりその普段の日常にやっぱり行き着いて。 はい、でまあ僕らってやっぱりそのこう自分でこう選択して行動して選択して行動してっていうのをまあ繰り返してのまあ日常がまあ形作られるとは思うんですけどうん、うん、まあそこのこうやっぱり日常がやっぱり自分主体的じゃないっていう、うんはい、そろそろやっぱりこう生きづらさだったりとかやっぱりあっと思うんで、はい、<laughs> まあそういうこう普段の日常にこそやっぱりそういう まあ幸せがやっぱりあるなっていうふうに感じたので、高齢者だったりとかの、そういう、まあ普段の日常の写真を撮って、うん、それが、まあ、いずれ家につながればいいなっていういで、今、うん、ちょっとやったりとか、そういう気づきがやっぱりありがとうございます。うんかそういう背景だったんですね。 そうですね。そこでやっぱり作業療法士っていうのと、まあ、今までやってきたフォトグラファーっていうその2つの視点がこう重なって、まあ、今に至るっていう感じでいやあ、はい、今の話聞いてすごく納得しましたありがとうございます<ー>はいちょ,、えー、ちょっとねまあ長々ちょっと喋っちゃって申し訳ないんですけどいえいえ でではですねそういったあの出会いとか発見のさらにその背景には、はい、えどういったことがりだったんでしょうかそうですね、こうやっぱりいろいろ考えてみて、やっぱ自己内省を繰り返していると、はい、もうやっぱり作業療法士っていう職業はやっぱ選んだところ、理由っていうのにやったどり着いたんですけど。はいはい、えーと まあ僕はその作業療法士になった理由ってまあ大きく2つあったんですけど 1>,、はい、まあ1つはやっぱり認知症っていうものに対してまあ生活からあのアプローチできるっていうのがあるのとあもう1つがその、まあ、作業療法士ってやっぱり領域を問わずになる人がそのありたい自分で居続けられるようにこう一緒に。 えー、共同するっていうまあそういった意り支援みたいな役割があるんですけどまあそこの2つがまあ大きく大きな原因だったんですね。うん、で,で、まあ、その認知症っていうものに対しては結構なんだろうな僕とすごい共通点があるんですけど、はいのまあ、認知症っていう状態にある人の思考回路とか、うんあの 関係が、まあ、僕が今まで生きてきた中と、はい、やっぱ全く一緒だって、うん、あのっていうのも何だろう結構なんか伝えたい思いとかはあるんですけど、はい、それをこう分かりやすく整理してで分かりやすく相手に表出するっていうのがすごい苦手なんですよね、うん、あの僕も一生っていう状態も。<ー> <laughs> だからこそこう、まあ、苦手だからこそ結構周りに誤解を招いてしまって、はい、結果的にこう心理的に孤独になって自尊心も傷ついて生きづらいくてっていうのがまああったんですね。で、だからこそちょっと認知症っていうものに興味を持ったっていうのが一つあるのとで、やっぱりじゃそういう生きづらさってどういう。 改善するにはどうしたらいいかなって考えた時にやっぱりあり続けたい自分でいられるっていうのがやっぱすごい大事やなっていうのが思ってでまあそのありたい自分でい続けるためにはまあ自分の主体主体的なまあ自尊心っていうのを高められてまあ心理的な孤独がまあ解消できるような環境が必要やなっていうふうに思ったのでまあ作業療法士を目指したんですけどまあ あ結果的にはそういうところで作業療法っていうのを僕自分自身は選んだんやなっていうのを気づきましたね。はい,いやありがとうございます。まさかね、あのー、認知症の方と自分の姿っていうのがこう重なるっていうのはすごくあの驚きというかでも言われてみれば、あのー、そうだなって思いますね。そのやっぱりこう 話すけど誤解されちゃうっていうのは多かれ少なかれいろんな方にあるっていうことなのでう,で、はい、うんあ確かにっていうのをお話聞いてて、はい、すごく感じやっぱ僕もやっぱりそういう,、うん、こう表出が苦手で結果周りに誤解されてそういう孤独だったっていうのはやっぱり今までずっとあの経験してきたのでそこがまあ一緒やなっていうのが。 やっぱり思いましたね。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。いや本当にこう小さな幸せがどんな人でも感じられるっていう、<laughs> うん、そういったこの環境というかね、<laughs> うん、そういった人たちっていうのが本当増えていたらいいなっていうのをお話を聞いてて、はい、そう感じました。い <laughs> はい。じゃ今日はですね、はい、えー、作業療法士、兼ん、え、フォトグラファーの 新太郎様にお話をお伺いいたしました。貴重なお話ですね、えー。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。またよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はいうん